はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、新型の完全ワイヤレスイヤホンのレビューということで、今日はこちらをレビューしていきたいと思います。今回レビューしていくのが、こちら BOSE の、新型の完全ワイヤレスイヤホンということで、BOSE クワイエットコンフォートウルトライヤーバッツというイヤホンになっております。で、BOSE の、イヤホンといったらですね、昨年発売になりましたね。こちら、こちらはですね、 BOSE のクワイエットコンフォートイヤーバッツ2っていうですね、完全ワイヤレスイヤホンでした。で、こちらはですね、とにかくノイズキャンセリングがもうあって圧倒的に強いよということで、現在でもですね、ノイキャン性能でいうと1位なんですよ、こちらが。で、今回はですね、昨年からまあ1年足らずで、まあ新型登場ということで、まあ外観とかは大きく変わってないみたいですが、一部性能がですね、アップデートしたみたいです。特に Android ユーザーには嬉しい AptX Adaptive の対応で音質が向上したっていうところと、相変わらず強力なノイズキャンセリング、さらに空間オーディオも対応したっていうことみたいですね。今回はこちらをですね、開封して実際に使ってみて、前作とどう違うのかっていうところとか、この他の機種と比べてみてね、どんな違いがあるのかっていうところ、レビューしていきたいと思います。それでは、行きましょう。はい、それではですね、まずは開封していきたいと思います。ちょっとね、このカラーというかですね、外箱のカラーがですね、なんか変わった感じがしますよね。ちょっとパープルが多めのカラーっていう感じになりましたね。で、本体は、こちらブラックカラーになっております。はい、開けていきたいと思います。はい、オープンしていきますと、パッケージングはですね、いずれもこれ紙素材で入ってます。で、よいしょ。はい、本体がこちらですね。まあやっぱりですね、予想通りということで、本体、まあケースのデザインとかは変わらずというところになります。で、一応中身にはですね、こんな感じで、まあ、USB のタイプ A からタイプ C のケーブル、イヤーピースは S と L サイズ、そしてこちらの方には、イヤーフィンですね、こちらが付いてます。どちらも S と L サイズですね。もともと M サイズが装着されてます。はい、ではこちらがね、今回のウルトラになりますね。一応ですね、前作と比べると、この BOSE のロゴがですね、ちょっとね、変わりました。前作2がブラックの光沢感のあるロゴでしたけども、まあ、今回はですね、まあ、シルバーの、ね、ロゴっていう感じですかね、ちょっと変わってます。背面は、特には変わりなし、底面も特には変わりなし、まあ、基本的にもこのロゴ部分の、違いっていうところだけなので、まあ、大きな違いはないです。はい、ではイヤホンで、ね、取り出してみましょう。はい、オープンしていきまして、よいしょ。はい、取り出していきますと、こちらがですね、今回の、ウルトラのね、イヤホンの外観になります。ちょっとこちらはデザイン明らかに変わりましたね。この側面が、ちょっとこのメタリックというか、まあシルバーのマットな質感になっている感じです。なんか単純なこのブラックではなくて、ちょっとね、この横から見た時にこのテカリがあるというか、光の加減によっても結構ね、見え方が変わってくるようなデザインに変わってます。内側は、光沢感のあるね、こういった質感ですね。テカテカした、ツルツルした、質感の、イヤホンになっています。ちょ、前作がですね、右になりますね。前作の方は完全ブラック、マットな質感のブラックと、内側が光沢感がある感じの質感で、質感が2つに分かれている形になります。結構今回は、この色味が変わったっていうところですけども、割とね、ちょっと新鮮味があっていいかなっていうふうには思います。装着してみてですね、やっぱり BOSE のイヤホンはね、装着感本当本当に優しいんですよね。しっかりとした遮音性とかはあるんですけども、圧迫感が少ないですよ。なので、この装着していても、まあ、すごく自然にですね、過ごせるっていうところで、この優しい装着感はイヤホン全体の中でもトップクラスにね、位置するぐらいの装着感なんじゃないかなと思います。ではですね、ちょっとこちらの方で、ちょっと実際にね、使ってみていろいろ比較とかしてみるので、後半の方でですね、感想の方をまとめていきたいと思います。ではしばらくこれで使ってみたいと思います。はい、ということでですね、ちょっと数時間ですね、こちら BOSE クワイエットコンフォートウルトライヤーバッツですね、使ってみました。まずですね、音質についてですね、感想をお伝えしていきます。で、今回はですね、この AptX Adaptive に対応したということで、もちろんね、対応のスマホの方で、聞いてみました。今回は Xperia 1 Mark 5ですね。まず音質の感想としてはですね、全体的にはやっぱりこの BOSE らしいですね、まあ、高音域と低音域のバランスで言うと、低音域寄りなですね、迫力重視なサウンドっていうところは
は変わらないというところですね。ただまあ低温重視ではありつつも、解像感もしっかり高くて、特に今回はこの aptX アダプティブ対応になったおかげで、前のモデルと比べても、まあ、若干解像感の高さとか、まあ、音の輪郭がよりくっきりして聞こえるっていうところはですね、使ってみて感じることができました。中高域がですね、前作よりもよりちょっと前に出てくるなっていう印象もあって、特にこのボーカルラインとかもよりすっきりしてですね、クリアに聞こえるなっていう印象もあります。なので前のモデルと比べてみると、まあ、若干ではあるんですけどね、音質の向上っていうところは感じることができました。ちなみに音質に関してはイコライザーの方でですね、調整することもできます。ちなみに今回のですね、音質で一番ですね、あ、すげえなと思ったのはイマーシブオーディオっていうですね、まあ、新機能ですね、空間オーディオになります。で、これがですね、想像以上にすごくて、まあ、正直なところこちらをですね、使っていくときに、結構もうこのデフォルトでこのイマーシブオーディオをずっとオンの状態で使ってもいいんじゃないかって思うぐらい結構こう気に入りました。要はここ最近こういった機能結構増えてるんですけど、ステレオ音源の、空間化になります。まあ擬似的な空間オーディオになるんですね。なので Spotify とか Amazon Music とか、YouTube Music とかですね、もちろん YouTube の動画とか、Netflix とか Amazon Prime Video とかですね、まあ、いろんなコンテンツを、まあ、空間化してですね、楽しめるんですね。まあ、何の音源でも大丈夫です。で、そういった機能って、まあ、他のヘッドホンとかイヤホンにも入ってるものはあるんですけども、まあ、その中で最も自然で、あ、この臨場感すごいなって感じられたのが今回の BOSE でした。まあ、ステレオの空間化っていう、まあ、擬似的な空間オーディオになるんですけど、これ擬似的なの？っていうふうに思うぐらいですね、自然にね、この臨場感が広がっていく感覚なんですよ。これマジですごいです。しっかりとこの音に包み込まれている感覚があって、音の広がりとかも感じられるし、もう一つポイントなのが、これヘッドトラッキングに対応してるんですよ。ちょっとね、装着しますね。なんでこれヘッドトラッキングオンの状態でこう頭を動かしますと、その動きに合わせて、しっかりと音の聞こえてくる方向とかも変わってくるんですよ。で、その動きの、滑らかさとかもね、半端なくてですね、ほんとこのライブのね、会場にいるかのようなちょっと疑似体験ができるっていうところで、非常にこれ面白いです。コンテンツを選ばないところも強みで、AirPods Pro の場合はやっぱりね、コンテンツはね、限られますし、そもそも接続しているデバイスが、まあ、Apple デバイスである必要があったりするので、もちろん対応のドルビアトモス対応コンテンツを使う場合はね、 AirPods Pro のですね、空間オーディオはものすごくいいんですけども、コンテンツの幅っていう意味では何でもこれ使えてしまいますので、非常にね、強いなと思います。まあ、通常の音楽を聴いてもライブ感を感じるような立体感がね、ありますし、映画とか見る時の迫力ですよね。ちょっと映画感をですね、感じるようなこの空間の広がりとか、立体感、それから迫力っていうところも感じられるので、イヤホン装着して動画を見たいって方にも結構これおすすめできるモデルかなと思います。まあ、このイマーシブオーディオ、空間オーディオはですね、まあ、今回の、ウルトラの中でも特に押せる機能の一つかなと思ってます。音質に関してはですね、まあ、若干良くなったかなっていうレベルなんですけど、この空間オーディオの搭載によって、常時この空間オーディオをオンの状態で使ってで、まあ、他のイヤホンとちょっと差別化しながら楽しんで使うっていうのもね、ありかなっていうふうに思います。ちなみにこちらの空間オーディオ、イマーシブオーディオは、ヘッドトラッキングももちろん対応できるし、オフにもできます。まあ、静止した状態、まあ、止まってる状態で、固定された状態の空間オーディオも使えますので、どっちでも楽しむことができます。まあ、ちょっと移動したりとかね、してる時なんかは、静止した状態で使った方がいいのかなというふうには思います。ではちょっとバーチャル視聴の方で、まずは音楽の方を聴いてみてください。こんな感じ。
papi te paga los biles, nada más que quiero ese culo. Prefiere el sexo conmigo que yo te lo meto bien duro. I bought a Benz straight from the trap, I don't like paying no taxes. I don't need friends, solo una mami, papi te enseño a rap. はい、ということでいかがでしたでしょうか。一応前のモデルとの比較もね、合わせてやってみました。では続いてイマーシブオーディオのですねデモコンテンツがありましたので、それをちょっとね、バイノラルマイクの方で収録してみました。で、デモコンテンツの方でこのヘッドトラッキングになってる時にこのダミーヘッドバイノラルマイクの方もちょっとねこの動かしてみたので、まあ、疑似的ですけどどういう風に、ね、こう頭を動かした時に音が聞こえるのかっていうところもチェックしてみてください。こんな感じです。はい、いかがでしょうか。まあちょっとこれ自分でも聞いてみたんですけど、予想以上にですねちゃんとね収録できてましたね。この頭を動かした時の聞こえ方っていうところも表現できてたと思います。まあこういう感じで使えますというところですね。では続いてノイズキャンセリングと外音取り込み機能ですね。ノイキャンに関しては相変わらず、まあ、最強です。前のモデルはノイキャンですね、まあ、現在でも最強です。まあいろんなイヤホン出てきましたが、今のところ全体の中でノイキャン1はですね、まだこの BOSE クワイエットコンフォートイヤバッツ2なんですね。で、今回ですね、まあ、それと比べてほぼ同じですね。ほとんど同じというか変わんないかなっていうところで、まあ、ノイキャンはですね、まあ、相変わらず強いっていうところで、まあ、暫定1位というところになります。もうあらゆる音をですね極限まで小さくしてくれて、もう密閉された空間にいるかのような感じでですね、使うことができます。まあ、電車とか飛行機とかバスとかですね、移動中とかに使ってあげると、もう本当にね自分の個室の空間にいるかのような感覚で使えるんじゃないかなと思いますので、まあ、ノイキャン目当てで買うんだったらやっぱり BOSE はですね最強だと思います。で、外音取り込み機能に関してもこちらは紛れもなくトップクラスですね。ノイキャンは10段階の10点だとすると、外音取り込みは9.8 っていうところですかね。もう全体の中でも間違いなく最強の部類なんですけども、今のところ外音取り込み1位がですね Apple の AirPods Pro 2ですね。こちらの方がまあもう本当にイヤホン装着してない感覚と全く一緒っていうところまでいけてる印象なので、まあそこにはちょっとね劣るところはありますが、とはいえまあこの外音取り込み機能で、まあ、不満に感じるっていう人はまずいないと思いますので、まあ、ノイキャンとともにですね外音取り込み機能の優秀さはですね非常に際立ってる、イヤホンとなっています。はい、今こちらはですね BOSE クワイエットコンフォートウルトライヤーバッツを、使ってます。外音取り込み機能がオンの状態で飛行機のノイズを流しております。どんな感じで聞こえますでしょうか。では次にノイズキャンセリングをオンにしています。違いをチェックしてみてください。はい、では続いてマイクの性能を見てみましょう。通話品質ですね。ではちょっと音声収録していきたいと思います。はい、どうもこちら渡辺です。こちらはですね BOSE クワイエットコンフォートウルトライヤーバッツの方で音声を収録しております。マイク品質はいかがでしょうか。ではですねちょっとノイズを流してみるので、ノイズがある環境の音もチェックしましょう。はい、今ですね飛行機のノイズを鳴らしてますが、音声の聞こえ方いかがでしょうか。ノイズはうまくカットできてますでしょうか。はい、じゃあさらにですね、こちらで風を当ててみようと思います。はい、今イヤホンに風を当ててます。風切り音はいかがでしょうか。こんな感じになっております。はい、ではですねちょっとアプリの方を見ていきましょう。こちらがですね専用アプリになっています。ね、こう接続してますと来てますので、ちょっととこの接続性がですね、なんかうまくいかなかったりとか、アプリから離れてしまうと接続が途切れてしまったりとか、ちょっと気になるところはあります。ね、うまく接続いかないですよね。まあこういう時は一旦ちょっと電源をオフにして。はい、来ましたね。よし。一応再起動したら繋がったというところで、アプリでできることを見ていきます。クワイエットとアウェアとイマーションとあります。まあ、ノイキャンと外音取り込みと、空間オーディオっていうところですね。
これをモード切り替えるときに全部入れたいときはこの星マークつけておけば OK です。このクワイエットとアウェアだけをつけたいときは、この星マークをですねこの外してあげれば OK ですね。で、ソースとあるんですけども、こちらですね接続している、まあ、スマートフォンをですね切り替えすることができます。こちらのアプリから切り替えができます。でイコライザーはですね、こちらですね、こんな感じで低音増強、低音減衰、高音増強、高音減衰っていうプリセットと、3つのバンドで、こんな感じでね、イコライザーの方を調整していくこともできるようになっています。でイマーシブオーディオというのがこれ空間オーディオですね。オフと静止と移動、この3つから選ぶことができます。デモを使ってみると、こちらの方でデモをですね体験することができますので、これがさっき流した音源です。これだけでもめちゃめちゃ感動できます。でショートカットっていうのが操作の割り当てになります。左のショートカットと右のショートカット、使うことができます。モードを切り替える、イマーシブオーディオを切り替えるっていうところもできますね。こちらいずれもですね長押しをした時のショートカットになります。まあ、あとは装着の検出ですね、こちらをオンオフすることができたりとか、まあ、多少のカスタマイズがあるっていうところですね。そんなにカスタマイズ性が広いっていうわけではないです。ちなみに音量に関してはこのイヤホンのスワイプで調整もできますので、まあ、再生停止と音量のコントロールとノイキャの切り替えとかですね、その辺しっかりとイヤホン単体で行うことができます。ちなみにダブルタップで曲送り曲戻しも可能になっています。はい、ということで操作性に関してはまあ問題はなしですね。であとですね安定性に関してなんですけども、まあ、今回3時間ぐらいですねちょっと使ってみた中でですね1回かな右のイヤホン聞こえなくなる現象がありました。でその時に、まあ、1回ねイヤホン元に戻してあげてでケースから取り出して装着し直すと、まあ、その後はですね特に問題なく接続できたんですけども、ちょっと接続性大丈夫かなっていうふうに心配になったのがですね今のところ1回ありましたので、ちょっとその点だけお伝えしておきます。まあ、前作に関しても接続の安定性に関してはですねあまり評価は高くなかったので、まあ、その辺はですね今後アップデート良くなればいいんですけど、どうかなっていうところですね。はい、であとですね気になる点としましてはですね今回まずワイヤレス充電、これがですね対応しておりません。はい、で、なんでこれ強調して言うかっていうと前のモデルも対応してなかったんですよ。でそれ結構その時にもですねライバル機種はワイヤレス充電ね、もう結構当然対応してる時期だったんですけども、前作対応せずで結構言われてました。で今回も、まあ、2023年の後半に出た機種なんですけどもワイヤレス充電対応しておりません。でさらにですねちょっと厳しいのがこのワイヤレス充電ですねなんとこの別売りケースで対応するみたいなんですよ。それをやるんだったら最初から対応したケースを、使った上で、まあ、値段ちょっと1000円とかアップしてもいいから、それをつけた状態で売ってほしかったなっていうのはね、正直なところです。今回価格に関しては前のモデルと据え置きなのでその辺はね良心的ではあるんですけども、ケースはですねまあちょっとアップグレードしてほしかったかなっていうふうに思います。であとですねマルチポイントに関してはこれね対応予定ということで、まあ、現在レビューしている最中、発売から数日経った、ところですけども、今の時点でもマルチポイントは使うことはできません。こちらに関してはいずれアップデートで使えるようになると思いますのでまだ対応待ちっていう状況ですけども、まあ、現時点では使えないので、まあ、複数デバイス使うときは手動で切り替えていく必要はあります。なので気になる点としてはそのね、3点ですね。接続の安定性とワイヤレス充電と、マルチポイントっていうところになります。はい、ということで、まとめになります。今回ですね BOSE の新製品ということで実際どうなのかっていうところでまとめていきますとですね、まず iPhone ユーザーで QC2、前のモデルを使っている方は今のところ買い替える必要はないんじゃないかなと思います。まあ、ノイキャンと外音取り込みもさほどね変わることはないですし、音質に関しても若干の向上かなっていうところなので、まあ、大きくですね、まあ、買い替えてもね、すごい変わったっていう体感はないと思います。ただまあ空間オーディオは結構すごいのでそこをね体感してみてですねあこれすごいなって感じたら、まあ、検討してもいいかなっていうところですね。であと Android ユーザーはですねAptX アダプティブ対応の機種をメインで使っている方は買ってみるというか買い替えてみる価値はまああるかなっていうところです。まあ、AptX アダプティブ対応機種を使っていればこの音質の違いはですね、まあ、割と感じることはできると思います。この輪郭のくっきりしているところとかですね、まあ、その上でやっぱり空間オーディオは結構感動できるのでその辺を使っていけばですねあすごいなっていうふうに感じることはできると思います。まあ、これでマルチポイントねすでに対応しているっていう状態であればこれはもう買ってもいいでしょうっていう状態にはなると思います。で今のところ BOSE のイヤホンね持ってないよっていう方は
で、ノイキャンを、重視して、イヤホンを選びたいっていう方はノイキャンに関しては現状ですね、あらゆるイヤホンの中で1位と言っていいと思います。なので、ノイキャン重視で選ぶんだったらまずこちらのイヤホンを、購入して、いいんじゃないかなというふうに思います。まあ、自分もですねこちら飛行機乗るときとか出張行くときとかは必ず持っていく1台になってますので、やっぱり静かな環境にねしつつ移動したいときとか、そういったときには非常に活躍するね、1台なんじゃないかなと思います。ということで、今日こんな感じで以上になります。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。